いたぞ。よっしゃ、あとはとっ捕まえるだけだな。静かに。狩りの基本は相手に気づかせないことだ。狩り？友達になるんだよね。ああ、上へ戻るようだな。追いかけよ。
野菜でお家のこと思い出した？うん、怪我もしてないし大丈夫だね。むしろたくましくなってる。乗れそうか？今は空腹で気が立ってるから無理かな。でもしっかり食べて気持ちが落ち着けば大丈夫だと思う。よしよし、乗れるように準備しておくから、それまで外で待っててよ。ピコを連れ戻してくれてありがとうございます。着替えさせるときはそこのチョコ棒を使ってください。クラウドさん、お前は？僕です、チャドリーです。あれ、もしかしてお忘れですか？よかった。ミッドガルでは数々のバトルレポートの提出ありがとうございました。おかげさまでたくさんのマテリアを生成することができました。どうしてお前がこんなところに、という困惑を検知。僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることぐらい簡単です。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドカルから飛び出し、世界中を見て回ることにしたんです。そこで折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、話が早いですね。でもその前に通信塔を起動していただきたいんです。かつてジュノン共和国が世界中に建設した通信塔をシンラが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。だったら僕のものにしてもいいかなって。各地にある通信塔を起動していくごとに僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。またシンラに関与されない通信網を構築することだって可能です。いかがでしょう、クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。見つけたら起動しておこう。クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。では早速ですが、あそこにある通信塔の起動をお願いします。これが起動モジュールです。それでは今回は僕がご案内しますね。こちらです。通信塔の起動を確認。早速グラスランドエリアの探索を開始し、モンスターの生息地、採取可能な素材などを割り出しています。
それらのデータを査定し、クラウドさんへの依頼項目を作成いたしました。名付けてワールドレポートです。クラウドさんには世界中を冒険しながら様々な依頼をこなしてもらいます。そうして得られたデータを活用し、新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕の共同研究というわけです。ワールドレポートについて他に質問はありますか？通信塔はジュノン共和国が星の営みを観測するために各地に建てた探索装置です。あらゆるエネルギー反応を収集し、希少なモンスターや誰も知らない秘境や異物といった冒険に必要な様々な情報を提供してくれるはずです。発見した際はぜひとも起動をお願いしますね。あ、通信塔の周りにはモンスターが住み着いていることが多いのでお気をつけて。ワールドレポートについて他に質問はありますか？ VR ゴーグルを使うことで場所に縛られず、どこでも模擬戦闘が行えるシステム、それがバトルシミュレーターです。シンラの訓練用技術を拝借し、僕なりにアレンジしてみました。討伐依頼で得られたバトルデータを使ってシミュレーターの方もバージョンアップしていくのでお楽しみに。さらに各地の神話や伝承を解析し、召喚獣も仮想空間上に再現していくつもりです。すでにグラスランドで語り継がれる伝説の巨人タイタンの召喚獣データは解析を完了し、シミュレーターに実装しました。よければ挑戦してみてください。ワールドレポートについて他に質問はありますか？どの依頼についてお話ししましょう。世界には厳しい環境に適応し独自の進化を遂げたモンスターたちが存在します。各地に生息する特異個体を発見討伐しデータ収集をお願いします。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？各地の秘境には星の知識の断片が結晶化しているクリスタルがあるんです。結晶体に詰め込まれた膨大な知識の中にはその土地で語り継がれている召喚獣の情報が眠っています。クリスタルを解析し抽出した召喚獣のデータを流用することで召喚マテリアを強化できるはずです。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？クラウドさん、よくぞ聞いてくれました。実は未知のエネルギー反応を観測したんです。エネルギーを発しているのは過去の異物と推測されるのですが、現時点では正体不明、近づけば何が起きるか分かりません。その物質はまだ名前すらなかったのでエンシェントマターと名付けさせてもらいました。まさか名付け親になれるなんて感激です。クラウドさん、ぜひともこの謎の異物エンシェントマターの調査と回収をお願いします。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？この世界にはライフストリームが湧き出ているスポットがいくつも存在します。魔鋼エネルギーに転用するには小さすぎるためシンラにとっては取るに足らない泉なのですが、僕たちにとっては大切な星からの贈り物です。そんなライフスポットを調べることで新たな知見を得られるはずです。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？ワールドレポートについて他に質問はありますか？冒険の依頼を達成することで取得した様々なデータはマテリア開発に使用できます。どのマテリアを開発するかはクラウドさん次第です。一緒に新たなマテリアを生み出していきましょう。ワールドレポートについて他に質問はありますか？じゃあ早速マテリアを開発してみましょう。先ほど通信塔を起動したことによりグラスランドの解析が少しだけ進みました。得られたデータをどのマテリアの開発に利用するかはクラウドさんが決めてください。ではでは、世界をめぐる冒険の始まりですね。
僕も精一杯サポートします。困った時はいつでも声をかけてください。Thank you.